ウィリアム・リチャード・ミラーは、アメリカ合衆国ミズーリ州セントルイス郡、メリーランドハイツ出身の元プロ野球選手、野球指導者。宇藤ーだ。1993年の MLB ドラフト15巡目で、サンフランシスコジャイアンツから指名され、入団。1996年4月18日のシカゴ・カブス戦で、メジャーデビュー。同年は、規定打席不足ながら打率。 330の好成績を残す。2001年にトレードでカブスへ移籍した。2002年シーズン途中にトレードでジャイアンツへ復帰した。2003年はボストンレッドソックスに移籍。1ローラを抑え打率。326で首位打者のタイトルを獲得。7月には史上初の1試合で最有両打席での満塁ホームランを達成した。 2006年は、ロサンゼルスドジャースでプレーしたが、膝の怪我が悪化したため同年限りで引退し、ドジャースの GM 補佐に就任した。2007年のみ、シーズン途中の6月15日から終了までドジャースで打撃コーチを務めた。それ以降は2012年までフロント職に専念していた。2014年はカブスで打撃コーチを務め、2015年シーズンからは、 セントルイス・カージナルスに移った。2017年は6月9日から家庭の事情で休養に入ったが約2週間後の27日に復帰した。2018年7月14日に監督のマイク・マシーニー、打撃コーチのジョン・メイブリーと共に解任された。ありがとうございます。